みるみるうちに気温が下がり、一瞬で零下に落ち込んでしまいました。雪が降っているわけでもないのに、この寒さは耐えられません。地面や草木が霜に覆われていき、水面に氷が広がります。世界中の人が寒さに震えながら空を見上げ、見たこともない光景に驚いています。太陽がかつての半分の大きさになってしまっているのです。それは今や遠くに離れた点のよう。もはや地球を十分に温める力は持っていないでしょう。しかも立ちが悪いことに、そんな彼らめがけて燃え盛る岩石が空から落下してくるではありませんか。あんなものが地面に落ちたら、地球はひとたまりもないでしょう。さて、一旦私たちの現実に戻りましょう。地球は太陽系のスイートスポットに位置しています。これは太陽から遠すぎもせず、近すぎもしない場所で、惑星の気温はこのおかげで快適に保たれています。太陽系の第二惑星である金星は、地球にとっての双子の悪の片割れと呼ばれています。金星は到底生き物が生きていくことのできないような高温に包まれているのです。その大気には分厚い雲があり、酸の雨が降っています。温室効果ガスの効果によって、気温がとてつもない高さに上昇しているのです。もっとも、仮にこの分厚い大気がなかったとしても、金星で生命が生きていくことは困難でしょう。それは太陽との距離が近いためです。液体の水は瞬時に蒸発してしまうため、生命が進化することはできません。その逆側の隣にある火星は、今度は太陽から遠すぎます。冷たく孤独な惑星である火星の気温は零下。水が液体として存在できる気温までは上昇しません。また大気が希薄だという点も見逃せませんね。地球上で息ができるのは太陽のおかげです。ですから論理的に考えると、地球と太陽の距離が近づいたり離れたりすれば、それに応じて気温も上昇あるいは下降することになります。もっとも、数百キロの距離であれば大した差にはなりません。そもそも地球の公転軌道は深淵ではないため、太陽から近づいたり離れたりといった現象は年々起こっているのです。差が生まれ始めるのは100万キロ単位のズレが起こった場合。ここまで来ると、冒頭に登場した状況のように、空に見える太陽の大きさが変化します。物質が冷えるにはある程度の時間がかかるため、移動が起こってすぐに極寒の世界が訪れるわけではありませんが、次の冬が訪れればその冬が明けないという状況になるでしょう。海は氷に覆われて水位が下がります。そしてこの氷が太陽の光を反射して大気中や宇宙空間に散らしてしまうため、地球の表面は十分な熱を得られない状況に陥ります。水が凍るということは、大気中の水蒸気も減るということです。水蒸気は熱を閉じ込めながら雲を作り出す働きを持つため、気温が下がれば降水量も減ります。低気温と降水量の減少が多くの植物に打撃を与えます。氷に覆われた荒れ地がみるみるうちに広がり、草木が生えるのは川岸といった限られた場所になるでしょう。しかしそれもまた束の間の話で、やがてこの川も凍るか、降水量のせいで干上がるかという運命をたどります。水の循環に関わる湖や海も凍りついてしまいます。水辺の生き物はどんどん姿を消すことになるはずです。まず最初に植物が消え、それによって食べ物と酸素を得られなくなったその他の生き物が後を追います。そしてその後、地球は荒れ果てた氷の塊と化すのです。冒頭で空から落ちてきた燃え盛る岩石の正体は、外からやってきた小惑星。これも地球の公転軌道の変化で訪れる現象です。太陽系最大の惑星である木星は、地球を小惑星から守る盾のような役割を持ちます。質量が大きいため、多くの小惑星がその重力につかまり表面に落ちていくのです。ちなみに木星に生命がいる可能性は限りなく低く、特に表面がガスでできているため、落下する小惑星も痕跡を残さず飲み込まれてしまいます。中にはこの木星の重力を逃れて飛来する小惑星もありますが、すると今度は火星が働きます。火星もまた自身と木星との間に小惑星帯を作り出すという形で、地球を守ってくれているのです。この2つの惑星の質量が持つ重力の影響が、小惑星を小惑星帯につなぎ止め、その移動を制限します。
小惑星帯と地球の間に火星がいなかったとしたら、地球には雨よりも高い頻度で隕石が降ってきていたはずです。地球の位置が火星ほど遠ざかったとしたら、今よりも数百万キロ単位で太陽から離れることになります。地球の質量は火星と大差はありませんから、小惑星帯はその場所にとどまるでしょう。しかし地球の気温は下がり、生命の絶滅は必至です。そしてこの時、火星が今いる場所から退かなければ、恐ろしい運命が待っています。地球と火星が同じ速度で太陽を公転することは、その質量の差からいって考えられません。つまりどこかの時点でこの2つの惑星は衝突することになるのです。その時の速度差を考えると、地球も火星も割れて粉々になり、結果もう一つの小惑星帯を生み出すことになるかもしれません。その一方で、地球が太陽に近づいたとしても、絶望的な運命は変わらないでしょう。太陽はより大きく空に浮かぶ火の玉となり、その熱が地球の氷河をすべて溶かし、海の水位を急上昇させます。大陸のあらゆる場所が洪水に流され、地球の海が占める面積が広がります。すると地球が吸収する熱も増え、さらなる気温の上昇を招きます。大量の水があっという間に蒸発するため、大量の水蒸気と二酸化炭素が生まれます。二酸化炭素は熱を吸収することで知られる温室効果ガス。水蒸気も同様の働きを持ちます。これら2種類の気体がさらに太陽の熱を吸収し、空に分厚く荒れ狂う雲を作り出すのです。結果、地球は硫酸の降らない金星のような姿になるでしょう。また分厚い雲は地表にも熱を与えます。最終的な地球の姿は、あまりの熱でほとんどの生命が死滅した惑星になります。これほど高い気温の中で生存できる生命は、よほど耐久力があるものに限られます。それは例えば砂漠などで暮らす生き物などです。気温が下がるパターンとは違い、雨は降り続けます。しかしそれでも植物はこの新たな環境に適応するには相当苦労するはずです。もともと寒冷な地域に生えていた植物が最初に絶滅し、次に温帯、そして熱帯の植物という順番で死に絶えていきます。地球は最終的に、これまた草の生えない荒れ果てた岩石の玉となるのです。今度は灼熱の惑星として、私たちの地球はその太陽からの距離や地軸の傾き、自転速度、公転速度、そして月の存在と、何から何までも生命の存続には欠かせないものです。例えば地軸が今ほど傾いていなければ、赤道は今より暑くなり、極地は今より寒くなります。四季の訪れもなくなり、地球は常夏と常冬の2つの地域に分かれます。現在の地軸の角度と自転速度によって、地球はその全体が平均的に熱せられています。それはまるでケバブのように、片方が太陽の面を向いたら、その部分が温められ、反対側は夜の間に冷えていきます。昼と夜の変化がなければ、人類はその境目の限られた地域で身を寄せて生活することになるでしょう。そこは美しい日の出も日の入りも見えない世界。やっぱり地球は今のままがちょうどいいってことなんですね。